今日寒くない？私だけ？めちゃくちゃ寒いんだけど。私寒いの大嫌い。ねえ寒い。もうなんで寒いの？ありえんて。寒いんですか。かわいい。だってかわいいじゃないよ。寒いんだからこっちとら。こっちとらめちゃくちゃめちゃくちゃ寒い。今日はなんと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 小屋入りなので、はい、なので早速ちゃんとじゃないや、あれをしていきたいと思います。といってもメイクをするのはちょっとめんどくさいので、私のお稽古あるあるのメイクをしていきたいと思います。でも2日間おしゃべり会があったので、すごくすごく私は頑張れそうです。やっと舞台用語を習いまして、小屋入りとか、そうそう、そういう言葉を使うんですね。昨日ファンの方に眉毛がなくて怖いって言われたので、ちょっと早めに眉毛を描きます。でも化粧水は塗らないと肌が良くないので。こんにちは。だってこんにちは。化粧水を塗ります。え、めっちゃ初訪問の人いっぱい来てる。はじめまして、ありがとうございます。はい、すっきりです。今日も多分お家帰ってくるのは遅くなっちゃうので、そうそう遅くなっちゃうので、書類を終わらせておきます。
ちゃん起きてるって起きてるよ。のちゃん起きてます。のちゃんともっと話したいって思ってしまったら、で7月のオンライン撮ってよ。撮ってよ。はい、あ、なんかさ、すごくさ、舞台に見に行きたいけど見に行けませんみたいなこといただいたんですけど、皆さん配信があるってご存知ですか？B チームは28日の3時からの公演が配信があるんですね。そう、それが2800円で買えるんですよ。そう、買えるんですけど、その配信は1週間がアーカイブ付きなの。そうだから1週間アーカイブがついて後からでも見れるってやつなので、そう、あのその時間に見れないと、その時間に見れなく、リアルタイムでさ見れなかったらもう見れないってわけじゃなくて、アーカイブもついて1週間見放題の2800円かな。なので絶対絶対お得なので、皆さんあのもう買ってください。あの配信チケット買ってください。すごくない？配信アーカイブもついて反省会も見れて、そう、あの見れるので、皆さんもうあのだからリアルタイムで3時からはさ難しい方結構多いじゃないですか、平日だし。だけどそう、だけどそうじゃないので、配信は私、しかもなんか配信も私名義で買えるんだって。だから私、りのちゃん、りのちゃん名義でぜひ買ってください。そうそうそう、だからリアルタイムの時間にその生配信見れないから、あ、やめとこうじゃなくて、そうそうそうなのよ。何回でも見れるし、1週間だったらね。なのでそこはぜひ買ってください。来れない方も多分いっぱいいると思うんですよ、ゴールデンウィーク前だからさ、お仕事がやっぱ忙しいですとかっていう方もいっぱいいると思うので、もう忘れないうちに、みんなすぐ忘れちゃうから買ってください。見る予定です。だってそうそう、チケットぜひ何回でも見れちゃうよ。そうよ、1週間だったらね。もうね、ドキドキです、本当に。犬ちゃん名義で買わないと。だって、え、ありがとう、嬉しい。なんか現地に行く方も行かない方も絶対買うべきだと思います。そうそう、よろしくね。もう私はここまで行ったので、すごい、26日と28日追加で買いました。だってね、すごい嬉しい。結構距離が近いらしいですよ、距
りが近いらしい。そして反省会はたっぷり40分くらいあるそうなので、ぜひその日にお時間あるよって方は残って見てほしいなって思います。長いよね、40分の反省会って。にょんちゃん起きてるって、おはよう。にょんちゃん起きてるよ。でもさ、今日雨降るらしいね、福岡。いやじゃない、誰か雨止めてくんな。私雨も雨そんな好きじゃないんだよね。雨降るんだって今日、嫌なんだけど。やだね、やだね、雨やだ、やだよね雨。私も雨やだ。雨って書いてたんだよね。選択したらって、はい、もう終了です。あれ夜は意外と降らなそう。今の時間帯から降るんじゃない？今の時間帯から降るんだろうな。でみんなが仕事が終わった時間帯の時は多分降ってなさそうだよ。仕事何時に終わるか分かんないけど、6時くらいに終わる人とかだったら降ってなさそう。やだな。1083日ありがとう。今日も無事に達成です。無事に達成です。この調子で4月も頑張りましょう。
あ、クマが飛んできた。あー、ノブリンありがとう。ワン、ね、ありがとう。のまさんもありがとう、いっぱい。あおいちゃんもありがとう。てっちゃん、ひかりだって、あー、ありがとうございます。じゅんちゃん、ファイトありがとう。チェン、あー、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。てっちゃん、かわいい、ありがとう、嬉しいです。ラビリンスの撮影の裏話聞きたいな、だって裏話めっちゃバタバタで撮影しました。でもオフショットは何枚か撮れたから使えそうなやつあるけど、めっちゃバタ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 で撮影したけど楽しみ。でも私の誕生日の誕生日だった誕生日のほんと近くらへんに広告のあれでした。広告のその閉鎖期間でした。そう、誕生日の後くらいだった気がする。眉毛を描いていこうかな。楽しみ、私も楽しみ。でも全部メイクさんにメイクしてもらってそうしたからなんかおしゃんな感じになりました。そうなの、早く見て。でもどの写真が使われるのかなとかめっちゃ気になったりはする。どんな、気になったりはしますね。楽しみ。お洋服もそうよ。こんにちはだって、こんにちは。30分くらいまで配信しようかな。お昼休みだって。あ、みんなお昼休み始まった。確かに12時前に配信しちゃったからみんなお昼休み始まったかな。うん、落としちゃった。
こしちゃった。おお、みんなすごい。お昼休みになりましただって。お昼休み始まりました。ちょっと遅くから始めればよかったのかな。私がお昼ご飯を食べてください。なんかすることあるかな。まつげもさ、あげちゃってるしさ。みんなお昼ご飯は何を食べるの？はじめましてです。はじめまして。はじめまして。え、カレーいいな。私めっちゃカレー食べたい。カレー食べたい。カレー作りたいな。カレー食べたい。昼はなーに？親子丼かもです。だって丼ぶり系ね。私何食べようかな。食べる時間あるかな。おにぎりセットですだって。ねえ、おにぎり食べたい時あるよね。私めっちゃわかる。野菜炒め弁当。へえ。それはあれですか？ホットモット？もしかして違うかな。ホットモットの野菜炒めめっちゃ好きなんだよね。一時期めっちゃハマってた。のり弁だって。あ、それホットモットじゃない？違う。作ってくれだって。作ってほしいよね。私も食べたい。サラダチキンバだって。わー、なんか女子力いいね。
コロッケパンいいね。コロッケパンいいね。かわいそう。マック行こうと思ったのに、唐揚げじゃないや、駐車場がいっぱいで、自分の車のホットモットなんですね。ホットモット私も好きです。最近は食べてないけど。コンビニのウィンナー弁当だって。さっきカレーって言ったやん。嘘つき。レトルトのハンバーグだって。自炊ね、いいですね。ビッグロリベが好きですだって。はあ。ハングフェス当たりましたらつぼ、ありがとうございます。あ、今日当落だったんかな。あ、クマやっさーん、まんありがとう、ありがとうございます。佐藤もありがとう。おしゃべり会来なかったね。ティーチもファイターありがとう。ドゥン、トマさんいっぱいありがとう。おいちゃんもありがとう。今が当落だったのね。ファングフェス当たりましただって。なるほど。なんか1曲目が撮影可能らしくて、なんと写真だけ、動画はダメらしいんですけど、写真のみ OK なイベントらしくて。そう、なんか一眼のカメラとか使ったら一眼で撮れるらしいですよ。そう、ファングソング、ファングミュージックフェス、はい、なんだって。すごくない？なんだって。動画はダメらしいんですけどね、写真は OK みたいなフェスみたいです。楽しみだな。でもとりあえず舞台を頑張ろうって感じです。こんにちはだって。しかも HKT が大トリなんですよ。そう、ラストなんだって。しかもゼップは立ち見だから。そうそう、一眼デフエリアは、一眼エリアに移動すれば OK だって。なるほどね。一眼レフってそんなによく撮れるやつなんかな。ね、楽しみだな。最近ねリップを買ったんで、指原さんのリップを買って、リニミュー、これを今日はつけていきたいと思います。その前に、
つ毛美容液を塗ります。今日小入りだって。そうなんですよ、これから B チームはちょっと遅いんですけど、 A チームは A チームのそのゲネを見に行こうかなと思って。まあ保湿をしたのでリップを塗ります。これの色がねすごく可愛くて、じゃじゃじゃん。できたー、かわいいだって。あーのぶりありがとう。こんなリップして完成かな。今日は寒いのであったかい服を着てお家を出たいと思います。これが私のお稽古メイクです。超適当。じゃあ30分までのんびりお話しして終わりにしようかな。
てだって、おはよう。今日何着ようかな。あいやー、すべてなお、すごいすごい、いっぱいなんか来てる、ありがとう。私はじゃあそろそろお家を出ようかな。みんなまたね。読みたいと思います。バイバイみんな。13位がブルーウィング、12位が先人、11位がトウアン、10位がキーがミンチェン、8位コガちゃん、7位がオカさん、6位が5位がドマさん、4位がアオイちゃん、7位がハシムチ、あれ私どこ読んでない、キーがチェン、10位がミンディン、8位コガちゃん、7位がハシムチ、6位がオカさん、5位がドマさん、4位がアオイちゃん、3位がブブリン、2位がヤッさん、1位がハセボのてっちゃんでした。ありがとうございました。てっちゃんいっぱいありがとう。ぴょん、なんかここら辺暗いですね。ありがとうございました。ちょうどもう終わります。またねみんな、お稽古私はそろそろ行かないといけないので、みんなも午後からのお仕事、学校、バイト、皆さん頑張ってください。またねー、頑張るよー。バイ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 、ありがとうございました。またねー。